九州北部を襲った記録的な大雨で広い範囲で被害が出た佐賀県武雄市では、り災証明の申請受付が今朝から始まりました。武雄市役所で午前9時から始まった受付には100人を超える市民が訪れ、新型コロナ対策として密を避けて順番を待ちました。武雄市によりますと、り災証明書によって国から住宅修理の補助などが受けられ、申請には写真など被害状況が分かるものと本人確認ができるものが必要です。床上40センチ。今住んでる家にずっと、生まれてからずっと住んでますけど、こういうの私も初めてやったし、お疲れしかったですね。福岡県と佐賀県に出されていた土砂災害警戒情報はすべて解除されましたが、引き続き土砂災害に警戒が必要です。